はい、みなさんこんにちは。みなです。さかです。エレキブログです。私たちのキッチンじゃないけど、キッチンの中にいる。そういうことです。今日はちょっとタカに料理を任せたいと思います。そう、いつもね、動画の外では俺がね、毎晩ご飯作ってるんでね。なので、先生、今日の料理は何ですか？はい、今日の料理はね、これです。イボの糸、うん、ね。それはタカのクッキングスキルの料理です。お昼とかね、夜食とかにね、ちょっと小腹空いた時にイボの糸食べてます。レナが作ってくれないんで自分で作ってます。はい、ということでまずはね、水を入れていきます。この水の分量が難しいんだよね、やっぱりね。イボの糸ってやっぱりね、繊細だからこれぐらいかな大丈夫でしょう。今日でいきます。クイックに。これさ、ちょっとお礼用じゃないからさ頭打つんですよこれ女性用に作ったってことかな、高さ。タカ、タカのお母さん用に作った。そういうことかな。何玉食べる？私は2かな。2玉。じゃあ俺3玉だから5玉かな。でも1玉余っちゃうけど、もう全部いく。食べれないよ。やめとこうか。沸騰してからでしょ。そう、先生、もちろん。おい、口出しするな。おい先生。はい。沸騰してきたよ。お前、携帯で遊んでたら沸騰してる。どういうこと？おお。沸騰してる？まだ。全然。閉めて。おい、アシスタントは嘘つくな。タイマーをセットしとかないと。何分？1分15秒。ちょっと固めが好きだから1分15秒でいきます。手が大きいから全部いけますよ。かったね。頭だけじゃなくて手も大きいということはい、 OK、 ドーン、スタート。あった頭打った。痛い。で、ドロップインした。この優しく混ぜる、この分かる、大事料理は愛情。そうだよ、よく気づきました。これほんと低いんですけどちょっとこれリフォームだなおい、終わった。ちょっと待って待って、分かった、ちょっと待って。男性はマルチタスクが下手。そうだね、ちょっと待ってね。そうだよ、これを最初用意しないといけないですね。そうだよ、ちょっと ここにバッシャー入ってるでしょ。動画の裏側。はい、いただきます。美味しそう。タカが料理を作ってくれてめっちゃ嬉しいよ。食べ方が違います。どういうこと食べ方が違う？そうめんは、あのね、私がもう5年日本に住んでて、まあ、できないよ。できるできる。今日はそういう企画です。やだ、日本の食べ方をマスターするという企画だから、レナが思う日本人の食べ方をやってみて。死ぬよ全然ダメ。なんかめっちゃ飛んだ気がする。そうだよ、下手な人がやるとベチャベチャになるよじゃあ俺が一回お手本見せたよね。説明も欲しいよ。そうね、だから口の何をどうやってすると、あ、だからまずステップ1はあれだね、何も食べずにこうこう息を吸うっていうね。ドライ練習。そう、あれをするとあのなね、その食べるところじゃなくて、うん、そう、肺に入るよ。息するところに入るでしょ。無理だよ。違う違う、もっと思いっきり備えた。だからそれはコントロールできないでしょ。肺に入るでしょ。だ、全部肺に入れていいよ。お、そう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 。で、多分ね、
少なめのがいいんだよね。あの多いより、そうそうそう、初めてだったらこれぐらいでいいんじゃない。これぐらいをこうつけて、さっきのっていう要領で、無理かな。はい、やってみて。はい、レナの番。これぐらい、おいおいおい、もっと少なく、あ、それぐらいでいいんじゃない。これぐらい、おー、いけたよ。え、ちょっと、いけた。めっちゃびっくりした。もう一回、これぐらい、そう、まあまあ、またこのいけるやん、意外といけるやん。今まで全然トライしてこなかったけど。じゃあ、あの少量をマスターしたでしょ、うん、ああ、めちゃくちゃゴツンとな量で、そう、ちょっと食べてみる。本当にハエに入ったら死ぬけどね。俺に吐かないでね。死ぬ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 。大きいんだ。でも日本人だったらそれぐらいいくけどね、一発で。だからその麺を口の中に吸い込むって感じ。おい、諦めるな。もうちょっと口開けてもいいよ。もうちょっと口のここ真ん中の部分開けて、それやったらもう死ぬよ。なんかチュルチュルってなってる。あの子供がうどんを食べる時のこうチュルチュルチュルってなってる。そうじゃなくて、空気を含ませながら、空気を含ませながら口の中に麺とこの空気を吸い上げて、口いっぱいに風味を広げるっていう。たかが食べるのが好きということは皆さん気づいてますか？こういうレクチャーをさせるのが、その結果レナの日本語がめちゃくちゃ上手になりました。いやー、はい、最後にもうこれでできないならもう諦める。あ、そう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 、でも私は私のスローの噛みながら、どんどん口に入れながらの食べ方の方が美味しいと思ってるよ。それ外国人の食べ方。それがベストです。外国人の食べ方で麺を味わってください。こういって、そう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 、全然うまくない。なんで全然、だってこのつゆのさ、風味が入ってこないじゃん、口の中に。絶対にこう吸った方が美味しいよ。No。 うん、No。 全然違う。この日本人の食べ方をマスターしたら、今レナが思ってるそばの美味しさの5倍美味しいです。あれ、戻ってるんですけど。諦めたってこと。うん、はい、諦め。今は練習してあげて、試して比べて、結果が今までの食べ方の方が美味しいから、はい、それに戻ります。私は今までの食べ方で続けます。で、この動画はここで終わりにします。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。他に食べ方チャレンジとか、なんかの料理にチャレンジしてくださいとかだったら、アイデアがありましたらコメント欄で教えてください。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。